はい、皆さん、こんにちは。グズでございます。今回のゲームやってやんようは、プリンセス・オブ・マゼリン、あ、ごめん、バトル・オブ・プリンセス・マゼリンっていう、ほぼ魔界村のゲームなんですよ。で、ちょっとね、ロケテストなら、まあ、テストにね、ちょっとやってみたんですけども、アーケードモード結構むずいので、ストーリーでね、行きます。このゲームね、なんかね、ゲーム会社のお父さんが、娘のね、夢を叶えるために、そのなんか誕生日とかになんか、娘がね、なんかゲームの中に出させてほしいということで、夢を叶えるために作った、ゲームです。マデリンっていう女の子はね、実在します。ゲームと関係ないんですけど、そのね、ゲーム会社の娘さんの名前と、娘さんがね、描いたキャラクターを、ここにね、このゲームの夢と希望を満ち溢れたゲームに、まあ、収めたっていう話ですね。話本編は全く違いますけど、まあ、ゲームの作られたっていう流れです。ストーリーモードでいきます。どうなんかな？アーケードモード結構難しかったよな。ほぼ魔界村やけど、ちょっと魔界の違うとこも結構あるかな。ちょっとあるけど、まあ操作性とかほぼ魔界村かな。ああ、こんなに綺麗になってんな。何見せなってんの？ちょっと切ろうかな。マディ、体調が悪くて休んでると聞いてな、お見舞いに来たぞ。なんともないよ。ビルテッククラフトのレベルを上げてたの。ほら見て、ゲームかな。レベル上げ？何のことかわからんが、お話聞かせてあげよう。またお話？ビルテック、なんか字がおかしいな。ビルテッククラフトのプレイを見るのはどう？おじいさん優しそうよ。頼むよ、マディ。このお話はきっと気に入ると思うよ。マデリンという勇敢な姫様が主人公だった。マデリン、私と同じ名前だ。不思議な偶然だろ。このお姫様は立派な騎士になるんだ。さも偉大な騎士だという人もいる。彼女は、偉大な冒険に立ちはがい、様々なモンスターと戦って対峙するんだ。リンメイさんは騎士にどうやって？まあまあ、細かい部分は気にせずお話を楽しんでくれ。さて、読み聞かせてあげよう。うわ、下がれ。アニメーションに喋れ。ちょっとあれやな、602とかそんな系のアニメ。いいな、すげえ細かいよ。ドット絵やん。タイムガールとかあんな感じの絵なのかな。ドラゴンズレアのゲーセン版のアニメーションっぽい感じの。あ、そう。 マデリン、悲しんでいる場合ではないぞ。気をしっかり持つんだ。他の者たちを探しに行こう。でもどうやって探せばいいの？ちょっとマデリン、ちょっと顔がさっきとちゃうねんけど。おばあちゃんかな。お嬢ちゃん、これは始まりだよ。終わりがあれば始まりもある。死は始まりに過ぎないのさ。この辺りに隠された地下基地があって、地下墓地があって、魔法の巻物と共に我々の先祖が眠っている。地下墓地へと魔法の巻物を見つければ道はおのずと開かれるはずだよ。あ、そう。うわあ、さっき。
おばきゅう、おばけん、フリッツ、あなたなの、あ、よしよし、よい子ね、もう二度と会えないかと思った。ああ、マーデリン、急いで出発しよう。リッツイもだ、ここは危険だ。お、始まった。これで本編かな。アーケードと一緒のとこ入るのかな。これね、普通ストリガーとこういう風になってくると、普通の、アクアズのアクションなんで、こうやってね、B でジャンプで、ほぼほぼ分かんない。アーケードモードはね、クリア性なんで、キャラ頭上マップに、マークがあれば上を押して話しかける。ヒントね、前を押して攻撃、L スティックで上方向に、上と下のアクション。上と下に、で、二段ジャンプができます。あ、二段ジャンプはできへんのか。これでもできへんの。これできへんのか。あ、わ、おっさん戦ってくれんの。え、B を押してるジャンプ。シュートリアル。あ、ちょっと、なんで届かんかった。マリン姫、この先は偉大な守護神、守護者が待ち構えてますから、そいつを王家の他に打ち入れると、また、熱川底道路もあるんですよ。王家の墓は逃げるときに鍵をなくしてしまいましたが、魔法騎士団とジョーカー、ジョーカー、鍵を、欲しいものでジョーを見つけた。これは、何でもできないんだ。あ、そう、こんなんなってんの、ストーリーは。あ、そう。姫様、死者に敬意を払うことを忘れないでください。恩返してくれるかもしれません。ちょっと待って。やっぱりあれやな、アーケードとか行くかな。ちょっと長なりそうかな。あ、そう、そういう風になってるのか。ちょっとじっくりまた後で収録しますんで、ちょっと収録ストーリーか。ちょっとね、アーケードモードの、そう、こういう風になってたのか。アーケードモードがね、自分のマデリンの冒険と、ここがね、する、まあ、難易度が高いやつですね。アーケードできます。ちょっとアーケードを見てもらえた。これね、ムービーのない代わりに、こういうね、ドット絵のストーリーがね、あるやつが来て、まあ一緒ですね。で、泣いて、冒険出ると。で、さっきのストリートモードみたいに街に行ったりしなくても、これで始まる。二段ジャンプできる。当たった。うわ。一回ね、当たると出るんですけど、左上に一応体力があるんですよ。夜生きると体力がね、動かされるので。で、右上のところに、お化けメーターみたいなのがついてるんですけど、あれがね、仲間がね、仲間自分が犬がいるでしょ。あいつがね、戦ってくれるんですよ。あれね、B を押しっぱなし貯めるんですよ。この時に離すと、犬がね、攻撃してくれます。このね、でっかいやつやっつけないとね、今の武器じゃきついんで、はい、ちょっと待って。なんか溜まってんのか、今で今くらい。これ何なんだ。
出えへんの。そういろんな鎧が出るんよ。あと危ない危ない。でパワーアップすると武器とかもね形状パワーアップします。武器はね魔界村みたいに、取るとまあ入れ替わることができる。危ねえ。あだやられた。まあ、途中でね動かしましたある程度3機ぐらいだ。あだうわっ鎧でいい。あえうわえうつい。あ変わった。これあかん。これあかん。ちょっとこれあかん。この武器あかんの。この武器すげえだけど。ちょっと待って待って待って鎧出えへんな。探検あ探検これでね次のシーン地面だけ行こうか。とりあえず地面だけ結構難しい。鎧出えへんな。あ、なんか出た。これなの。あ、こうしてくれんのこれ。あー、ほほほは。あのね、なんか袋持ったやつが鎧とか出してるんですよ。あー、ちょっとね。あのね、コントローラーがちょっと壊れかけてて。あ、しまった。危ねえ。痛いな今回。なんでそういろんなねなんかね何種類もあ結構あ何種類鎧があるんだ。鎧切るとね武器のパワーアップと体力がある。あ無理危ない危ない。なんで食らった。なんで食らったお前。下の、下にさ、池あるじゃん。あれがさ、映ってんの。反映されてて、すごいですよ。あ、そっちじゃない。あ、そっちじゃねえ。お前来るんじゃねえ。あうえこれあうわむずい。どうやって抜けんの。あやばいこれ。あ溜めてしまった。本当はやっぱ調査いいな。線がね、ちょっとなんか切れかけ、びっくりした。今日見たら、一応なんかテープで固定はしてるんやけど。まあ、いけるか。どこだいけるのか。したいな。あ、よどいでえへんな。あ、やばいやばい。あ、ちょっとこれ、待て。あ、やばいやばい。あ、しまった。最初この面最初からや。そう、何回か死ぬとね、この面。あ、で、最初ここからやかい。あ、そう。頑張ろう。あ、そこへ行ったらね、ボスだ。結構難しくて。
批判した時も結構ね、苦戦したのに、だって、赤い村が苦手やから、それが下手だ。だから結構ね、みんな上手い人は、今回はタイムがだいぶね、あ、しまった。危ない。見てなかった。これね、背景と敵がね、ちょっとね、うちの動画してもらってるので、分かりにくいよね。円盤もいいわ。あ、しまった。ナイフなってもた。ナイフなってもた。くっさ。うお、危ねえ。これ、待て。うお、危ねえ。どうしてくれなかったのか。鎧でええな、なんか。さっきの時すげえ出たのにな。下の上とかね。ああ、取った取った。これ鎧ね。これ取ったから。鎧取ったから。なんか見た武器は、ナイフとナイフは、ね、中に2個なんですよ。で、あとアックスとムチ、ムチがあった。ムチなんかね、めっちゃ強くなった。あ、あった、あった。これでまだ2発は耐えれた。あ、ちょちょ、やばい。あ、なんかえらい撃たれてるな。あ、やばい。これじゃ無理なんかな。無理そうやね。なんで何が起きたの？地面クリアして多分2面ね、超難しくて無理なんですよ。でだから、ソリで、そこはソリで行くしかない。そのうち歩く。ここへ切らなかったな。動かないのか、右がなのか、調子が走りましたか。あ、揺れきた。右揺れきた。これはマイティモンチャックポイント。強い。
まだ。あ、これ多分取られるのか、同じやつだ。どっから来たあいつ。よし、来た来た来たよ。ボスじゃね、ボスだ、ボスだ、ボスだ。うわ、ここに立つ。あ、ちょっとこれ来た、走れー。ここに立つと当たる。で、2段チャンプが当たらんから、ボスね、超硬いの。これだけなんで。走ってきたら左に逃げる。で、いや、でもさ、体にな、振り落とすと前でかわす。うわ、こんなん知らん。倒した倒した。そう、こんな感じなんですよ。2面ちょっと見るか。2面ね、危険が多すぎるんですよ、最初から。あのね、ツタに捕まるとしたらね、食べられてもうないね。もう手はこれやっつけられないので、これをかわして、かわすとこの手が右の岩をこっちに投げてくるんですよ。投げてくると転がしてくるんで。あ、なんかわった。で、ここにツタあるじゃん。これがね、これが捕まると食べられてしまうんで、敵は無視してて。あ、じゃうわ、落ちた。落ちると、あ、もうこれは家の中パターンやな、ちょっと待って。あ、わ、わ、こうかわしようがないな。無理じゃ、無理じゃ、無理じゃ、無理じゃ。ちょっと、おお、下の間にも。おい、いた、いた、いた、いけたけど、あいつまた女、もうこれやっつけられない。こいつ何で転がしこいのかい。鎧が欲しい。うわ、怖いな。
スターが怖いな。食べられるよね、上に。しっかり食べられる。まあね、当たるでしょ。うわーって、えぐい。くっしゃ、食べられた。あほほは、かわいそう。あ、危ねえ。そう、危ない、危ない。増えるとか言ってるな。え、上でも行かれへん。行ける。え、でも行かれへん。出て行くわ。これか。つけれんのか。あ、じゃあつけれんねん。一応つけれんねん。え、下分かれへんねん。いけるいけるね。待てよ待てよ。どこ。あー、無知。あ、ごめん、ドラケット。あ、かんすち。あかんの、無知ね。下で距離が短いね。やった、生きたけど。なんかいっぱいおる、なんかいっぱいある。ちょっと待って待って待って。これ。あ、この動きやめて。え、これ、なんか罠じゃない。あ、そう、あれが悪いやつか。こっちの方がいい。え、これいけんの？出てくる。あ、これか、あ、使う。あ、うわぁ！そう。こいつが怖い、こいつが絶対欲しい。うわぁ、ちょっと待って、待って、待って、うわぁ、押した。ひどいな。ひどすぎる。こうでしょ、ここで入ったら。ちょっと待って。バックが危ないかな。ちょっと出た。あ、で、斜め乗ってくんの。あ、耐えた。あ、一回。一回し、あ、おはは、薄い。あ、そう。下に持ってくんのね。起動してくるな。あ、怖いな。あ、じゃあそっち行くの。手の感覚がないと。ここです。めっちゃハラハラ飛んでるな。あ、逃した。やっつけたか。やっつけてみましたね。あ、うっそ。あ、うわー、ひどい。あ、でも行ってるよ。ひどい。あ、ちょ、嘘。
あ、じゃあ、ウーファーも無理じゃん。あ、終わった。ここまでです。おー、ここまでしようと思います。最初から。以上です。グーでした。また見てなー。